高校2年生小林亮斗さんにインタビューをしました。部活は何をしてますか？ハンドボール部に入ってます。中学校の時もハンドボール入ってたんですか？いや、中学の頃は野球をしてました。いいから歩けよ。野球部は朝の練習がとても早く、自分ついていけないなと思ったんで、ボールを投げる競技といえばハンドボールがあるなと思ったんで、ハンドボール部に入りました。女好きの亮斗さんの過去の恋愛に迫ります。好きな人いますか？いや、今いません。じゃあ過去いた。はい、いました。自分が祭りの時に、うん、ちょっとその子と豊年祭があったんですよ。豊年祭で結構2週連続とかで、うん、自分友達と遊びたかったんで、友達と遊ぶって言ったら怒って、うん、そのまま振られました。同じ。はい。まあ好きな人いないの？いないです、うん。学校に可愛い子とかいないわけ？あ、それはたくさんいます。あ、いるんだ。でも好きにはならないの？いや、好きになっちゃいけないなと思って。なんで？いや、なんか直感です。直感なんかそう感じてるだけです、自分。ちゃんといつか告白できる。いやいや、あやりますよ。小林亮斗さん、部活も勉強も頑張れ。